この手のブレーキ、これはマドンナインなんですけれども、こうやってワイヤーが止まるときにやってる工夫っていうのをですね、解説しようと思うんですよ。今これ、このブレーキにおいてこれ以上長いことはないので、ここでまず赤い印をつけますと、こういう芋ネジっていうの、マドンナインに限らず、こういう芋ネジで、これもちゃんと工夫したんだよね、先っちょが。単なる芋ネジじゃないんだよね。さすがトレックっていう感じ。こういうの見るとね、こういう風な、ま、ところにワイヤーを止める形の超軽量ブレーキで、ここ赤い印で切ります。これ以上長いことはないということですよね。はい、切りました。まあ単純に言えばハンダ付けしといた方がいいよって話。あ、ハンダ付けね。普通のブレーキってほら、ここが大きいじゃない、長く広く止めるからいいんだけど、こういうやつは食い込むんですよね。止める相手が、面積が狭いでしょ。ホームセンター行くとステンレス用フラッグっていうのは売ってるんで、それをここにこう染み込まして、水で洗い、はい、なんつうのかな、やんなくてもいいんだけど、よくこれを見んのは、これ潰れてこう横に広がっちゃって、細い線がより集まって一本のワイヤーになってんだけど、そのワイヤーの一部の素線が切れてしまうようなこともあるので、ハンダ当てといた方がいいんじゃないかな、と思うんですよ。はい、こんな感じで、あとはここの隙間とか微調、後で調整、今仮付けの段階ですね。いい感じですね。はい、ちょっとした一手間でした。